大したもんだ。ちゃんと面舵を当てて安定させるかな。一度鉱山から離れた場所に係留します。少々揺れますよ。全員しっかり捕まってろよ。嫌に少ないですね。ローランさん、実は。なるほど。暴風の混乱に乗じてゴブリンが襲撃してきたと。我々は何とか逃げ切れたが、後続の者が到着しないのが気になってな。わかりました。あとはこのベンリア・ローランにお任せください。おお、ありがたい。みんなにも伝えてくるよ。とは言ったものの、避難してきた彼らをここに残していくわけにも。さて、どうしたものか。団長、ゴブリンだ魔物だってんなら、ここは俺たちの出番じゃねえか。僕たちに手伝わせてください。いいんですか？それはとても心強い。いやはや、皆さんに来ていただけてよかった。ありがとうございます。僕は避難してきた彼らを船に乗せてから向かいます。皆さんは道すがら逃げ遅れた方々を見つけてもらえればと。うん、分かった。任せといて。そうだ、これを。何かあったらこれで連絡を取り合いましょう。なんだこの辺って、こんな花みてえなのは。電声機の類です。それがあればお互い離れた場所で会話することができます。電声機ってすっごく高価なものですよね。いいんでしょうか？はい、構いません。なぜ僕の手作りなもので。あ、ちなみに信号灯としても利用できます。皆さんを誘導するときにでも活用していただければ。さすがベンリアの兄ちゃんだな。ローランです。こんな貴重なもんまで持ってるなんてよ。ありがとうございます。大事に使わせてもらいますね。あそこからテンペールへ続く道に出られます。逃げ遅れた方々の保護をよろしく頼みます。よっしゃ、急いで向かおうぜ。待ってくれ。この祈り場は特殊な力で守られていて、魔物が寄りつかない。傷ついたりした際は無理せずこの岩のそばで休息を取ってくれ。非常用の物資補給もできる。みんなをどうか頼む。おい、あそこを見ろ。大丈夫ですか？島の人たちはゴブリンに襲われてて。
なんでって何人か囚われているようだ。いい調子。だが私たちに任せてくれ。メギンレイブお願いします。よし、次だ。おう、任せな。燃えんな、切り抜くんじゃねえぞ。決めるぜ。いっけ。やった。終わりだ。いい調子。ここだ。わかった。いただき。気を抜くなよ。言われなかったって分かってるわよ。集中しよう。メギンレイブ。そこで行くよ。はっ。調子。よし、これで全部だな。捕まっている人たちを助けましょう。さあ、順番に船に乗って。私たち助かった。いや、怪我人を頼む。わかった。ありがとう。ふう、全員無事のようだな。あんたらさすがだな。これが飛空士の実力ってやつか。ありがとうございます。ただ他にも襲われている集落があるかも。よし、もっと奥の方も調べてみようぜ。この異常な風に当てられてゴブリン族も凶暴化しているのか。だとしたら厄介です。獣人は魔物よりも知恵が働きますからね。こちらローランです。その先に捕まっている人たちが見えます。了解した。みんな急ぐぞ。そういえばラカムと私たちが初めて会ったのもこんな風景の島だったな。あの時ラカムさんがいたから集団作ろうってなったんだよね。それだって仕方なかったんでしょ。団長たちの方。よし、どうだったかな。するつもりだったんだろうが、そうはいかねえぞ。いい調子。今だ。任せな。さすがの魔法だね。まだまだいけるんだ。大丈夫。まだ。いい調子。そうだ。このまま行こう。覚悟しろ。獣人が人里を襲うたら基本的にお互い不干渉なはずなんだが。報復されるもんね。人間の方が数が多いから。橋がボロボロになってます。水辺での戦闘になるな。遠くから狙われてるぞ。みんな足を取られないように気をつける。こんな感じか。まずはここの悪い子たちを追い払うわ。それまで少し待っていてちょうだい。しかし、いや、そうですね。この場は聞くしてある皆さんに託します。弓まで使うとは厄介だな。連射はできないはずだ。よし、行こう。距離を詰めて一気に叩く。調子。このまま行こう。随分倒したのね。
もう一踏ん張りよ。みんなついてきて。やっ、これでもう安全だ。拘束されている人たちを解放しよう。ナイスファイト。無事で何よりです。さあ皆さん、こちらへ。よし、もう大丈夫だ。ありがとう。怖かったよ。よく頑張ったわね。私は今猛烈に感動している。回復しすぎたかな。皆さんありがとうございます。それで立て続けに申し訳ないのですが、実は風車小屋からも煙が上がってまして。分かったぜ。次は風車が見えるとこだな。あの光ってる石を触ればいいんだよな。頑張れよ。この風が原因か。明らかに好戦的だ。おお、この光危険なものではなさそうです。調べてみますか。石が出てきました。全部集めてみましょう。景色がいい島だってのに、このありさまやるせねえな。おい、うん、俺たちにできることで協力しようぜ。気持ちはわかるが、あまり前に出すぎるんじゃないぞ。うん、でもカタリナも無理しないでね。ラウンドウルフか。どこ見てやる。ゴブリンが手なずけているよ。俺も続くぜ。いい感じですね。射程ではないからな。ここだ。今よ。チョコマカト。合わせて。それ。地面から光が、なんだかちょっと気になりますね。しかし、辺境の空域に来ても人助けとはな。いつも通りじゃねえか。なんか問題あるか。全然。ちょっと待って、聞こえてください。サマーブレイク。おいや、おいや、おいや、聞かせときな。人質を発見した。すぐに救出する。回復する。ありがとうございます。どうかお願いします。
木の風車まで燃やされて、ひどいですいい調子だな。俺たちの力を見せつけてやろうぞ。隙あり。こんなところで僕は止まれない。でやー、カタリナさん、君に続こう。アイシクルネイル、ラカム、任せときな。一瞬受け切る。リオ、当たってる。決める。バーストビール。完璧な連携だった。ありがとうビッグ。どんなもんよ。これくらい余裕よ。さあ、は、今だ。さあ、任せてください。気をつけてください。はあ、ずいぶんといかついのが出てきやがったな。あんたとどっちがいかついかな。俺の方が、しまっとるだろう。そこ、せい、終わらせた。他のゴブリンよりも厄介ね。助かったな。もう大丈夫ですよ。避難を急ぎましょう。うん、諦めちゃダメだよ。私生きてる。さあ、もう安全だ。ジョージャン、歩けるか。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。襲われている人たちの救助が完了しました。これも皆さんのおかげです。いいってことよ。引き続き周辺の捜索を。あれは、なんてことだ。まだ逃げ遅れた人たちがいます。そんな、大変です。彼らの元へ向かってください。僕が先導します。あっちだな。急ごうぜ。無事でいてくれ。何やったぜ、ローラン。この場は俺たちに任せてくれ。ありがとうございます、ラカム君。くっけ、お前。俺はてっきり年下だと思ってたんだから。こう見えて、意外と年なんだよ。ねえ、何歳なんだ。それは秘密です。ベギンネイブ。えいっ、いいちょめ。まだ任せたよ。このままでは起きるぞ。まだいけるんだから。三兄弟かなんかか。ただになろうが問題じゃねえぜ。いい調子、いい感じ。止められちゃった。任せてくれ。みんな、ついてよ。やるな。続いて、この調子ね。言われるまでもねえぞ。みんな、大丈夫。なんで逃がさ。やっ、
君たちは一体旅の貴空師だ。依頼を受けて助けに来た。皆さんもう大丈夫ですよ。その声はローランさん。よかった、助かった。さあ早くローラン殿の船へ。ちょっと待ってくれ。実は俺たちそこの遺跡の奥にあるゴブリンどもの砦から逃げてきたんだが、砦にはまだ捕まってる仲間がいるんだ。彼らだけ置いて逃げるわけには。団長、島の人たちを助けよう。お前ならそう言うと思ったぜ。おい、ベリアの兄ちゃん。ローランです。はい、こちらローラン。オイラたちは砦に捕まってる奴らを助けに行くから、こいつらのことは頼んだぜ。わかりました。皆さんに頼りきりですみません。どうかお気をつけて。それじゃあ急ぎましょう。ゴブリンどもが作った砦ってどこか。かれ、警戒しながら進もう。皆さん奇遇ですね。祈り場での旅支度もシェロちゃんにお任せです。やめろ。子供の声だ。急ぐぞ。よし、だが襲ってくる気はねえみてえだな。行こう、君たち早く逃げなさい。何か来ます。こいつにとっちゃ盾も立派な武器ってわけだ。イノシシ野郎の突進が厄介だ。なんか利用できねえか。ゴブリンがでっけえやつとやり合ってるぜ。行くぞ。一人で向かってなんとか持ちこらえてください。かかりなさい。君に続こう。アイシクルネイル。任せときな。リオ当たってる。みんな決めてみせる。決める。バーストビール。魅力じゃな
これもみんなのおかげだね。いい次に行こうか。いい流れだ。この調子で行こうぜ。いけ、期待に応える。気をつけろ、今すぐ距離を取るんだ。新しい奴らも乱入してきやがった。いい調子。ここからだ。よし、わかってる。よし、集中せや。これならどうだ。任せたよ。援護は任せな。すごいな。ありがとう。このまま行こう。ずっと注意だ。みんなついてきて。僕に続いてする。任せろ。安心して。いい連携だったよ、みんな。任せてちょうだい。頼もしいね。この調子で行くぞ。やった、まだまだいけるぜ。レギンレイブ、そら全力で相手してやるぜ。ここだ。あっ、消えるぜ。覚悟しろ。ここだね。一気に決めるわよ。このまま行こう。いけ、攻撃の線が出るんだ。今がチャンスね。よ、行こう。そりゃこのまま行こう。これならどうだ。周りに注意しろよ。いい調子。レギンレイブ、任せたよ。援護は任せた。助かったよ。覚悟しろよ。バリッシュ、随分高そうなやつだけど、トイレの敵じゃねえぜ。このまま行こう。かたんだ。わかっているさ。せめてやつらかに行く。団長、任せてください。僕は止まれない。でやー、よっ、いい連携だったな。さて、これもみんなのおかげだね。ここだ。こんな感じかな。これならどうだ。みんな大丈夫？助かった。守りが
みんな頼りになるな。次も任せときな。いつでも力を貸そう。全力で相手してやるぜ。これでもっと頑張れ。攻撃の線が緩んだ。今がチャンスだね。このまま行こう。ラカム任せときな。みんなついてきて。いいよ。かかってる。わかった。テンペストブレード、はあ、決める。アブソリュートゼロ。オイラたちの勝ちだ。ところでルリアちゃん、この島に吹きつける風はもしかして。はい、間違いありません。テンペールにいる聖少獣の力だと思います。ビンゴってな。こっからが本番ってわけだ。リリスの狙いは近畿の大聖少女アンラマインを復活させ星の世界へ帰ること。力ある聖少女4体分の聖書を使い、今度こそ星の世界へのゲートを開こうとしています。聖少女、かつて白空戦争の際に生み出された星の民の兵器か。聖少女、星神をお前たちはそう呼ぶのか。ヨド、この子の力普通じゃないみたい。この大気の震えはまさか。宝の番人にしちゃ大げさすぎるな。私の声が届かない。星神よ、許したまえ。動き出した運命は止まらない。大いなる犠牲と悲哀を超え、我が救済の執行を。バハムーゾー。今までいろんなことがありました。いろんな島を旅して、いろんな人と出会って、いつもあなたが助けてくれて、本当にたくさん感謝しているんです。だから